どうもリオです。今日はですねオープニングを取り忘れたので1件目からお送りしたいと思います。今日は田畑にやってきました。そうだ田畑で、なんか美味しい餃子っていうね、もう自分からすごいじゃんっていうお店にまず行ってみたいと思います。ちなみに今日は3軒はしご酒したいと思います。ゆるーく見てくれたら嬉しいです。それではスタート。あ、もうスタートしてた。レモンサワーと、はい、あとエビ卵チリ、エビ卵チリです。あと羽根付き餃子、はい、羽根付き餃子の缶、一番おすすめですね。一番おすすめ、アサリ、アサリ珍しい。アサリが、じゃあアサリで、アサリ、はい、はい、はい、お願いします。少々お待ちください。アサリの味がする。美味しい。お肉の代わりにアサリということはヘルシーということ。雨が降ってきました。多分もうすぐ着く。田畑駅からめちゃめちゃ遠い。あったえ、これどうやって行くんだろう。待って立ちはだかってる。遠回りした。見えるかな。見えないわ。うわ、これダッシュでここ横切りたい。
けませんね。で、当時漢字とひらがなが鶏肉になってまして、カタカナが豚肉になってます、はい、で頭に牛って書いてるのが牛肉になります、はい、基本的に大ぶりなんで1本から大丈夫で、おすすめが本日でしたら、まあ、つくね、つなぎも手羽先、皮がいいかなと、あとまあレアな商品としては一番上にある肝臓が、はい、上タンと数量限定です。こちらに来れば5本で650円なんでお得かなと思いますね。まあ、120円の、ね、6本の、5本でもお得だと思うので、ということでね、初恋や初恋に塩対応されたということで
い、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最後のお店で優しい気持ちになってマジで泣きそうだった。チャンネル登録とこの動画が少しでもいいなと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。